やばくないそれ。え、太ももパンパンっすか。うん。写真塗るはずか。そんなに背中が向こうってなったらね。うん。あ、取れてないですよ。取れてないです。はい。硬すぎてるだけだ。でもいい場所だってよかったね。大阪。そうっすね。住むのもいいけどね。住んでその場所で住むのもいいけど、プライベートなくなるからね。ああ、そうっすね。一番いいのは、うん、マンション2つ借りて、うん、1個を、あ、そうですね、そうそうそう1個、やるみたいなね。そうそう、ワンルーム2個借りてね、うん、俺も今住んでるマンション、めっちゃ駅近だし、それ一緒に考えたけどね。あー、2部屋借りて、はいはいはい、一部屋マッサージに使って。あ、いますね、マンション。うん。仕事で、会社で借りてる、使ってる人もいるから。あ、事業用 OK なの？事業用 OK。へぇ。どうしても自分でやりたかったら、そこ借りたらいいよ。OK、OK。多分、住居用よりちょっと値段上げられるけどね。あ、やっぱそうなんですね。うん。それでも4万円とってみたい。ワンルームだったら。痛い。この辺だよね、やっぱりね。ですね。うん。わあ、これめっちゃすごい。ちょっとまたお願いするわ、マッサージ。いや、ならずやってくれ。いや、全然いいっすよ、うん。練習になるんで。うん。あ、それ。うん、それ。それ。それ聞くね。これですね。うん。あ、それ。それ。これですね。あ、それ。あ、それ。その角度がいい。あ、そうですね。ああ、言うんじゃなかった。言うんじゃなかったよ。いるもんね、ちょっとね。俺が無料でやってるだったら嫌だけどね。俺も嫌だわ。俺がもしかしたら断るもんね。お金払うちゃんと。あ、こっちマシだね。ああ、マシね。今ね、油断した時期。ああ、そば。ああ、いいね。ちょっと弱く。はい。この前で、うん、そこだよね、そいつだよね。ああ、そうだね。膝近くの方が気持ちよかった。そこ、それ。何ですかね。うん、それ。ああ、強くしなくていいっていうのは。考えて。それぐらいで。ああ、でもだいぶ楽になってきたから、ね、今、あと2日乗り越えれる。待機用に椅子欲しい？え？待機用に椅子欲しい？ああ、あった方がありがたいですね。あった方がありがたい。うん、どうしようかな。ああ、でも。ん？いいね。うん。あれありますけどね。何？パイプ椅子。パイプ椅子？あ、パイプ椅子持ってくる一個じゃあ。パイプ
クリスそこに置いとくの全然大丈夫。ああ、で今度持ってきて。ああ、大丈夫。暑いね。暑いね。あ、クーラー消してくれていいよ。大丈夫か。うん。こんだけ力入れてくれてるってことなんで。グラウンドで全然マシですね。力加減が。あ、そう。マジか。十分痛いんだけど。こういうお客さんですけどね。もういや耐えられないもんだって。しんどいから嫌だけど受けてるんだもんだって。してんじゃん、マッサージ好きなんじゃないって。ですね。珍しいと思う。うん。めっちゃしんどいんだって。で、患者さんに踏んでもらったらちょっとマシになったから、じゃあちょっと本格的にやってもらおうと思って。うん、酒飲んでても終わり酔いするしね。もしかしたらと思って踏んでもらったらそうだったかな。ああ、お尻来たよ。お尻来たよ。ああ、もっと入れていいよ。いい。ああ、それ。それがね、もうちょっとね、角度的にね、この角度がある。ああ、言うんじゃなかった。ああ、言うんじゃなかった。言うんじゃなかった。ああ、そうそうそう。言うんじゃなかった。ああ、そうそうそう。体に当てない、これ。あ、わかる。ちょっと出ないですよ、怖いから。いや、だし。気持ち悪い人に感じちゃう。絶対ね、そういうの触れないようにするの。ああ。そうそう、それを意識してみて。ここね。ああ、痛い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 。昨日それやってほしかった。痛い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 。ああ、それぐらいで。ああ、それぐらいで。もうちょっとね、肘でね、ここやってほしい。ああ、わかりました。はい。そこ。体当てない。もうちょっとね、こういう。うん、あ、こう。そう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 。ああ、それ。で、そこ硬いのなんかあるでしょ。それ。そいつ。なかなか難しい。そう、難しいんだ。あのね、それがね、そこをやってほしいのよ、みんな。次から意識して。大体もう、うん、今のところは、この辺ですね。うん、で、ここが足らない、こいつが。あ、ここですね。うん、それもうちょっと肘でやってみて。ここは肘やってないですね。うん、それ今度はちゃんとやってみて。ああ、それ。指で割ってみますけどね、肘で割ってみます。
肘でやってから指でやるとしっかり入れるんです。あ、上行きすぎ、もうちょっと下、もうちょっと内側、もう一個内側、そこ、ここ、うん、難しいでしょ。知ってる。すごい狭いからね。そう、入れるところが、入れるところがね、その狭いところが入れれると変わってくるんだよ。あのゴリゴリ専門店に負けなくなってくる。あ、やっぱりマサトさんにやってもらわなきゃってなる。まあ指だと入ってるね。そう、もうちょっとした。まあ、あそこだね。まあ、うん、うん、指だと入ってる。肘でも入れてるようになった方がいいよ。ですね、うん、次から次の人で練習しよう。それがね、それが取れないと腰痛が取れないんだよ、そいつ。そうですね、うん、それが取れないと、なんかなかなか取れない腰痛っていうのが取れないから、うん、そっちはね、結構ね、すぐ取れるんだけどね、その際ですね。そうそう、その際、ついついこっちがね、緩みやすいからやっちゃうんだけどね。ああ。気持ちはわかる。じゃあこっちで練習だ。ああ、これぐらいでいいよ。あ、これぐらいで。こっちは効いてる。もうちょっと下、内側、もう一個内側、そこ、それがね、一発でね、入れれるようになったらね、あ、この人やっぱやばい。もうちょいね、もうちょいね、こういう入れ方、そうそうそう、そう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 、尻が一番難しい。難しい。単純に踏んでって言えなかったんだって。教えるのも面倒くさいじゃん。それはやらしいですか？あ、それは大丈夫。まあ大丈夫。うん。足裏って結構敏感だから。ああ。うん。お願いするわ、これから、はい、全然が60分4000円を払うからしっかり場所代も取らなくて。ああ、そこ、それそれがこうですよね。もうそれそれ、まあ、でも指でこんだけ押さえてたらいいかな。気持ちいいわ。やってましたって。